神戸マラソンは兵庫県神戸市で開催される大規模な市民参加型マラソン大会である。2010年5月27日、第1回兵庫神戸マラソン開催準備委員会が開かれ、2010年まで31回開催された神戸全日本女子ハーフマラソンを発展的解消する形として開催へ向けての競技が始まった。2010年9月8日、 1> 第1回神戸マラソンの2011年からの開催が発表された。2011年第1回神戸マラソン開催前、そのスタート地点に日本マラソン発祥の石碑が設置された。これは1909年3月21日に日本で最初のマラソン大会、マラソン大競争が神戸市で開催されたことを記念する石碑である。 2011年11月20日、第1回大会が開催された。第10回大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、2020年の開催予定から1年延期となった。しかし2021年も、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2年連続で中止となり2022年に再延期となった。2018年には、 ワールドアスレティックスブロンズラベルを取得した。2020年にはシルバーラベルに認定された。サンテレビが生中継を行う。2018年からサンテレビの YouTube 公式チャンネルでライブ配信が行われている。参加者は2万人で、制限時間は7時間。フルマラソンのみ。なお2015年まではクォーターマラソンも創設されていた。制限時間のほか 途中9カ所の関門にはそれぞれ閉鎖時刻が設定される。沿道の応援風景神戸市役所前をスタートし、ハーバーランド、長田の高取地区を経由して、赤石海峡大橋で折り返した後、駒賀、林、和田岬地区、浜手バイパス、神戸大橋を経由して、ポートアイランドの市民広場付近をフィニッシュ地点とする。開催年の4月1日現在、フルマラソンは、 満18歳以上で6時間40分以内で、完走できる男女。車椅子での参加は不可。参加料は、フルマラソンが1万300円。神戸マラソン2011、主催共催市官公演特別協賛協賛特別、協力協力。ありがとうございます。